じゃん。釜揚げの特とかき揚げとイカ天とまんじゅう天。この時間に来るの正解だな。めちゃ空いてる。っていうかもうこれやばいんですよ。自転車がなんか完全にぶっ壊れて、これね映像で分かるか分かんないですけど、スポークがね何箇所か折れてるんですよ。もうその時点でやばいんだけど、まあ、ちょっと今度修理行こうと思ってテープで止めておいたら、今日の朝また新しいところが折れて、この自転車のタイヤってこのスポークで力を分散させてるわけじゃないですか。なんですけど、なんつうかな、これなんかね歪んでるんですよ。このスポークにかかる力が偏ってるんで、歪んでるというかなんかうねってるみたいな感じで、ほらめっちゃグラグラするんですよ。でこのグラグラするのがこのタイヤのところの締め付けが悪いわけじゃなくて、もう完全にこのタイヤの支持力がなくなってもうグニャグニャしてるんですよね。でもなんかこの支柱のところに当たったりしてめっちゃガラガラ音になるんで、ちょっとこれ早急に修理しないとやばいかも。ほらここはちゃんとネジ閉まってるんだけど、完全にタイヤ自体がやばすぎる。これはもう完全に歪んでる、タイヤがやば。あんま、この組み合わせに勝るものない。いやもう帰ってきたらシャワー浴びてテレビ見てゆっくりしてるのがもう最高すぎますね。というかもう7時過ぎてるけどこんな明るいんですね。もうめちゃくちゃ日が長いじゃないですか。ここめちゃくちゃ雰囲気良くなったと思いませんか。これちょっとね照明を移設したんですよ。以前はこの天井のところに L 字に DIY した間接照明があったと思うんですよ。 LED のテープライトをアルミ製のアングル、 L 字のアングルの中に仕込んで DIY した照明がここにあったと思うんですけれども、照明がなんか強すぎるというか主張しすぎるっていうのがあって、あとあんまりこう作り方が汚かったんであんまなんか気に入ってなくて、なんかいい方法ないかなって考えてたら、このテレビ台のところに貼って間接照明にしたらいいんじゃないかと思って、テープライトをテレビ台の天板の裏側とあとテレビの本体の裏側に貼ってみました。そしたらねもうなんか想像してた30倍くらいいい雰囲気になってしまいました。まあなんかどういう風になってるかっていうと、こんな感じですね。テレビの本体の裏側とテレビ台の裏側、あとテレビの下にも貼ってますね。こんな感じで貼ってるんですけど、めっちゃ良くないですか。このテレビの裏から光が拡散してる感じが、このテレビのね下のところにもつけたことによって、そのテレビ台、バッテリーが、iPhone のバッテリーの警告が出てしまったんですけど、テレビ台に向かって光が出てて反射してるんで、そのテレビ台とテレビの間がすごいなんか光ってる感じが主張されてて、めっちゃいいなと思いますね。なんかね、どういう原理かわかんないんですけど、映像がめちゃくちゃ見やすくなりましたね。やっぱ後ろに光が、後ろ暗いより光があった方が、映像なんか見やすいんですかね。うん。なんかめちゃめちゃ映像が見やすくなったと感じましたね。うん。なんかもう浮いて見えるっていうか、なんて言うんだろうな。まあ、言葉で説明するのは難しいですけど、めちゃ映像が綺麗に見えるようになったんですね。あとテレビ自体のなんかこう、存在とかっていうのもなんか違和感なくなって、なんか普通だと、テレビの枠のところで、光がなくなるじゃないですか。でも、これってなんかこう、テレビのこの、
縁の外側からこうぼんやりとした光が、あって、こう、境界線がないじゃないですか。こう、どこで光が終わるみたいな。テレビの画面だと、テレビの縁のところで完全にこう、パチッと光がなくなりますけど、こう、拡散してる感じがあるから、こう、人工物のような感じがなくなって、なんか、部屋に溶け込んでるような感じがして、なんか、めちゃくちゃ雰囲気が良くなりました。はい。あ、はい。はい。これ多分あれだ。おう、そう、 Wi-Fi ルーターをレンタルしました。なんかね、うちのね Wi-Fi ルーターの調子がめちゃくちゃ悪くて、もうこれずっと前からなんですけど、なんかこう途中で切れたり、インターネット切れたりとか、接続が不安定になったりっていう問題が結構あるんですね。それもこのルーターがね、もう多分めちゃくちゃ昔のやつで、しかもこれ友達からもらったやつなんですよ。で、その友達からもらった時点でもうかなり古くて、もうその友達がね、古くて新しいの買ったから、くれるっていう感じでくれて、でもその時点で結構古かった上、自分がこれ、それを、もらってから2、3年さらに使ってるんですよ。なので、もうこれかなり古いし、しかもこれ、アンテナがここで1本折れてるんですよ。これもらった時からそうだったんですけど、まあ、これがね、まあ、必要だからあるんだろうけど、まあ、折れてね、多分これ、アンテナが1本機能してないっていうね、そういうのがあったりして、ルーターを買い替えようか考えてたところ、この家のインターネット回線、このプララというところで契約してるんですよ。そこがルーターの無料レンタルサービスをやってるっていうことで、ちょっと一回借りてみようかっていうことになって、数ヶ月くらい前に、家族と家電量販店に行ったんですよ。で、その時も、Wi-Fi ルーター買っちゃおうかみたいな話してて、いろいろこう店員とかにもね、とも話したんですよ。そしたら、このうちが契約してるプロバイダーで、Wi-Fi ルーターをレンタルしてくれるみたいな話を聞いて、なんかそういうのでちょっと性能とかどうなのかとか聞いたら、まあ一応ね、今の、新品の新しいやつが来るから、そんなに性能悪いことないだろうみたいなこと言ってたんですよ。てかそもそもこのね、おそらく6、7年前のルーターから乗り換えれば、今の現行の機種で、性能が低いモデルだったとしても、かなり、早くはなるんじゃないかと思ったんで、まあ、とりあえず、無料なんでね、お金かかるわけじゃないし、せっかくここのあれで契約してるんで、こういうサービスがあるんで、使ってみようと、いうようなことで、これが、ルーターですね。NEC の、ルーターですかね。はい。ここに、ルーター本体が入ってて、一回これは取り出しておいて、で、ここにケーブル類が入ってますね。これは LAN ケーブルですね。LAN ケーブルと、これが電源ケーブルですかね。AC アダプター。と、これが土台的なやつですかね。が入っております。内容物は一応以上ですね。一応ね、設置の仕方とか分かってるつもりではいるんですが、ちょっと危ないので、一応一読しておきました、この超でかい説明書を。ということで、取り付けていきましょう、早速。一応ですね、今まで使ってたルーターが、こんな感じのやつですね。バッファローのやつなんですけど、こんな感じですね。品番がこれかな？これ、品番なんですかね。WXR シリーズってやつ。こっちかな？こっちに書いてある？あったあったあった。WXR-1
1750DHP2 シリーズってやつです。これを今まで散々文句を言いながら使ってきたっていう。LANケーブル一応ついてきたけど、元のやつでいいかな。AC アダプターとかも多分使えると思うけど、ちょっと電源系はね、ついてきたの使った方がいいと思うんで、AC アダプターは取り替えますけど、LANケーブルはこのままでいいかな。ちなみに、モデムが、NTT のやつですね。じゃあちょっととりあえず、もうここ、電源と LAN ケーブルつなぐだけなんで、もうちょっと、設置しちゃいたいと思います。はい。これですね。おぉ。NEC の、こんな感じですね。表面がこんな感じになってまして、で、ここに、いろいろインジケーター系があって、で、反対側に、いろいろポート類がありますね。ここが電源で、これはどういう風につなぐんだろうね。これさ、LANケーブルの入力の方はどこに挿すんだろう。このルーターに入力するのはどこに挿すんでしょうか。意外と機械系は詳しいんですけど、実はなんかこういう通信系はちょっと弱いんですよね、正直。合ってた。この、ワンポートっていうところに、入力の、LANケーブルをつなぐんでいいみたいです。ここですね。この一番電源ケーブル寄りのところに入力の LANケーブルを挿して、で、電源ですね。電源を挿します。一応規格とかは同じような気がするんですけど、前のやつとかに刺さるかな？あ、刺さらんわ。違うんだ。全部ルーターは一緒だと思ってたら違うみたいですね。で、どれを外せばいい？どれがルーターの AC アダプターかわかんない。辿ってって、これだ。よいしょ。どうだ、こうが、ここに刺すと。はい。おう。パワーが光って、多分、アクティブっていうところが、つくと、使えるのかな。あ、ついた。早っ。起動早いんだけど。なんか今までのやつね、1分ぐらいかかったんですよね。あ、まだか。さすがにまだか。おう。多分、アクティブっていうところがつくと使えるようになって、2.4GHz、5GHz って、これランプが分かれてますね。まあ、こんな感じ。で、裏側に ID が書いてあるんで、これを打ち込んでとりあえず設定しておきます。一応こんな感じで出てきますね。一番上の ATERM ってやつが、この、ルーターの名前らしいです。ちなみにこのインジケーターの表示については、この上からパワーとアクティブっていう、インジケーターが点灯。そして 2.4GHz と 5GHz のインジケーターが点滅になってるのが線上らしいです。この上の2つがね、点滅してると、まあ、パワーは点滅することはないか。アクティブのところが点滅になってると、回線が不安定なのか、何らかのトラブルが起きてるかということになると思います。今これ点灯してるんで正常な状態だと思います。ちょっとね、スピードテストをしてみましょう。回線の速度のテストをしてみます。さあ、どうでしょう。おお、まあそこそこ、まあ爆速ではないけど。おお。あ、ちなみにあれです。5GHz 帯に接続してますね。名称のところに A って出てる方、G じゃなくて A っていう出てくる方に繋いでるんですけど、210Mbps。これダウンロードですね。で、アップロードが今測ってくれましたけど、230Mbps。正直前の、速度より、遅いかもしれないっていうのは正直なところなんですけど、でもね、安定性に関しては全然こっちの方があるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、こっちの方がね、多分ね、結構、いいモデルだったと思うんですよ。フラグシップモデルというか、まあ、それもめちゃくちゃ前のやつですけど、まあ、こっちの方が結構、上のクラスのモデルだったと思うんで、速度はやっぱこっちの方が出るのかなっていう感じはするんですが、でも超古いんですよ、これが。だからいろいろちょっと問題が起きてきてるんで、
まあでもね、Wi-Fi に関してはそんな速度必要ないし、速度必要なものに関しては、有線とかでつなげばいい話なんで、そんなに Wi-Fi は重要視しないんでいいんですけど、まあこれがなんかミドルクラスかエントリークラスくらいのモードだと思うんですよ。まあハイエンドクラスのものではね、ないと思うので、まあ速度的には、まあでもね、210あったらそこそこYouTube とか TikTok とかそういう動画系も普通に再生できると思うし、YouTube へのアップロードも230あればまあまあいけるかなっていう感じはしますね。まあ PC とかはね、有線でやるんでいいんですが、まあ普通にね、スマホとかつなぐ分には十分なんじゃないかなって思いますね。一応もう一回やってみますか。前のルーターが多分ですね、どっちも300ぐらいだったかな。だからやっぱ前のやつの方が早いんだけど、でも普通に十分ですね。なんかオンラインゲームとかやるんだったら、ちょっとね、足りないかもしれないですが、日常使いで困ることは全然ないと思います。まあ大体こんな感じですね。200前後。で、アップロードが、まあ230から250くらい。というようなことです。で、一番知りたいのは、速度よりも安定性なんですよね。まあ、途中で切れたりとか、まあ、でもね、今のこれ現行機種とかを送ってくれてるだろうし、新品だし、この回線とかも、引っ越して1年しか経ってないので、全然こう、古くないから、まあ、途中で切れたりとかっていうことはないと思うんですけど、どちらかというとこう、速度とかよりそっちの方を期待してたんですよ。不安定にならないとか、途中で切断されないとか。まあね、そこら辺は、これによって改善されると思うので、ひとまずは良かったなっていうことですね。まあ一応ですね、まあちょっと、今から数時間使ってみて、ちょっと使い心地とかをレビューしようかと思います。あ、ちなみに付属してたスタンドに関しては、ここの部分ですね、ここの面。ここの面に取り付けて、こんな感じで立てるこのインジゲーターが正面から見て、右に来るように立てるようなものだと思うんですけど、でも自分は拾おきするんで、使わないと思います。で、位置もね、ちょっといずれ変えたいなと思ってて、ここ、部屋のね、角っこなので、ここよりは真ん中の方、そしてできるだけ高さがね、遮蔽物とかに、邪魔されないように、できるだけこう高さのあるところに置きたいんで、まあなんか、ちょっと、それは考えようかと思います。あそことかといいと思うんですよね。シーリングライトをつける、部分なんですけれども、あそこの部分を、普通のプラグに、コンセントの、一般的なプラグに変換するものが売ってるんで、それをかまして、なんとか天井に、このルーターを設置するってやると、あそこちょうどこの家の真ん中のところだし、まあ、高さも十分にあるので、一番なんだろうな、広い範囲に安定して、電波が届くと思うので、ちょっと、それも考えどころですね。まあ、でも、とりあえずは、ここに設置できました。